여러분안녕하세요今日も動画でミレマガ一緒に見ていきましょう。では今日の単語です。農業畑仕事ですね。これは農作と言います。これは農事という漢字語を使います。退職後何をするつもりですか。こちらの退職後ですが、時期を表すときには日本語にはありませんが、最後に A をつけると自然になります。ですのでこのようになります。퇴직후에뭐할생각이에요。こちらは分かち書きがありますが、キオッパッチムの次に比喩が来ていますので、퇴직후クーというふうに激音化をしますので、発音にも気をつけましょう。퇴직후에というふうになります。そしてなの方ですね。故郷に帰って農業をしようと思います。こちらは故郷へ내려가서、故郷に帰るは내려가다、下っていくという単語を使いますね。そして農業をする、ノンサルチッタ、こちらはチッタを使います。ですのでこれは使用変則ですので、両語をつけようと思った場合には使用が消えて治癒両語となりますので、変則活用も気をつけてみてください。故郷へ내려가서논사를지우려고해요というふうになります。では一緒に読んでみましょう。会話文ですので、本当に自分が喋っているつもりで読んでくださいね。ではいきます。퇴직후에뭐할생각이에요。고향에내려가서농사를지으려고해요。では次の単語です。そこ、表面、平面、床、この単語もご存知ですね。そうです。これはパダという単語を使います。床におかしいものがついています、変なものがついていますと言いたいときは、パダゲー이상한게붙어있어요というふうになります。おかしいもの、変なものというときは이상한게、이상하다を使いますね。結局財政が底をついた。결국재정이바닥을드러냈다。底をつくという表現、드러내다ですね。底を表すという表現になります。바닥을드러냈다、こちらの表現覚えておいてください。靴の底が硬くて痛いです。これは、くるばらぎ、たたけそあっぱよ。硬いは、たたかだですね。こちらも発音に気をつけましょう。たたというふうに、の音が続きますが、次は、きよとひゆが隣り合わせですので、先ほどと同じように激音化をします。たたけそ。たたけそうというふうになります。では3つの文章一緒に読んでみましょう。바닥에이상한게붙어있어요。결국재정이바닥을드러냈다。그도바닥이따딱해서아파요。ではトピック中級の問題をやってみましょう。今日もこの3つに共通するものを選ぶという問題ですね。では1文目、휴가를어떻게모모생각중이다。休暇をどのように何々考え中です。부모님께선물을모모나니까기분이좋다。こちらは、부모님は両親と訳すといいですね。両親にプレゼントを何々ので気分がいいという意味になります。次は、아들을군대에나니나니나서걱정이많아졌다。息子を軍隊に何々から心配が増えた。こちら2つは、何か、なそとなっていますので、文法的には、ご何か、ごなそというふうになります。そして、それぞれには、多分送るという表現が入りそうですね。どのように送ろうか、過ごそうか。送ったので、送ってからという意味になります。で
過ごすという単語は、チネダも使うことがありますので、2番か3番か、1つ目の文章を見ると迷いますね。そして、2番目の文章では、ポネダ送ると、トゥリダ差し上げるを迷うと思います。共通して入るものはというと、それぞれの意味がこのようになりますので、3番、ボネダが正解になってきますね。では、活用させてみましょう。1番目は、ポネルッチ。2番目は、ポネゴ何か。3つ目は、ポネゴなそう。というふうになります。では、3つの例文、読んでみましょう。ヒュガールルオトケボネルッチ、センガクチュンイダ。부모님께선물을보내고나니까기분이좋다아들을군대에보내고나서고청이많아졌다では高級の問題も解いてみましょう이행사는먼저신청하는사람100명에뭐뭐기념품을드립니다こちらの意味はこのイベントは先着100人に신청하는사람100명에というふうになっていますので、直訳すると先に申し込みをする人という意味になります。ですので、意味は先着100人にというふうになりますね。記念品を差し上げますというふうになっています。選択肢は1番、花よ、2番、チョンハよ、3番、コーナーよ、4番、チュハよ。さて、意味はわかりましたか？それぞれ限って、決めて、進めて、取って、摂取してという意味になります。ですので、先着100人に記念品を差し上げますですので、この限っての1番が正解になりますね。では、入れて読んでみましょう。이행사는먼저신청하는사람100명에하나요기념품을드립니다今日の例文は簡単そうでしたが、擬音化があり、そして変則活用の単語もありましたよね。そして自分では使いにくい go なそう、何々してからのような表現も出てきました。このような例文を通して、これまで学習した文法や活用、そして発音変化、変則活用など、いろいろなことを確認できますので、ただ写すだけではなく、文章を分析しながら見るということも挑戦してみてください。そうすることで、より正確に理解できるようになります。その後は、しっかり覚えるまで音読練習をなさってみてくださいね。그럼、오늘은이상입니다。안녕히계세요。